さん、おはようございます。今日は久々にすごいスタンダードな感じじゃないかな。バナナ、人参、トマト、レモン、セロリ、バジル、ビーツ、ケール。あと昨日ちょっとバーベキューで余ったフルーツを入れてみようかな。これ今日のかなり味良さそうですね。もう今日のはちょっとフルーツジュースになっちゃうかもしれないですね。もう美味しそう。じゃあ行きまーす。さあ色はね、あ、でもいい感じのジュース感になってる。色は変わらずビーツが強いっすね。さあ、いい匂い。さあ、じゃあ、今日もいただいてみます。あ、これはうまいわ。すげえうまい。もうジュースです。うん。うまい。いや、こんにちは、ドリキンです。いやー、参った。マジね、ちょっとね、日曜日に これも本当情けない話なんですけど、日曜日にぎっくり腰して、もう本当ね、 YouTuber やめようかっていうか、もう出張もできないなと思って、真面目にやばかったんだけど、今日月火曜日の朝ですけど、もうなんとか3日目にしてね、このくらいまで一応歩けるレベルまでは回復したかな。なんかね、もうこれ複合要因だと思うんだけど、ほんと皆さん、僕のリスナーさん層なら分かってもらえると思うんですけど、マジ腰痛半端ないんで 油断してた。多分最近ピークデザインのバッグに無駄にいろいろ重いものを入れてたりとか、朝ね、ちょっと5分しか走ってないくせにね、運動した気になってね、腰痛もう抑え込んでると思い込んでたんだけど、まあ多分複合要因でそのピークデザインとかいろんなのもあるんだけど、若干自覚症状はあったんですよね。腰やばそうだなっていう。でね、寒かったのないですよ、日曜日が。めちゃくちゃ寒い時に外に結構薄着で出て、ちょっと作業した時にピキン来ましたよ、マジで。もうね、立ち上がるのにみたいな、こんな感じ。トイレもつらかった。こんな感じ、本気でもう全てのね、活動を停止されるに余儀なくされたんですけど、なんとかここまで来た。いやいや、これ本当に、これが今できてることが奇跡ですよ、本当。詳しくは、ドリ散歩サブチャンネルの191回で、もう1時間ぐらいかけてずっとその話してるんで、もし仮に僕の腰痛話に興味あったら、サブチャンネル 見てください。でね、一応だから今日もうしばらく、なんか一番歩くのがいいんだって。まあ、歩けるぐらいの腰痛だったら歩いた方がやっぱり固まんなくていいらしいので、やっぱりね、ちょっとでも今結構動いてるのは、もう少し朝から動いたから柔らかくなってんだけど、やっぱ寝起きとか全然立ち上がれないんですよね。だからもうないっすよね、徒歩で 怖いわ。徒歩通勤をしばらくしないといけないかも。まあ、つっても木曜日から出張なんですけどね。今日明日ぐらい。もう見て、この走れるぐらいまで一応回復してんだけど、ちょっともうちょっと作業かな。そう、ちょっと多分さっきお気づきの方いたと思うんで、一応説明しておきます。今日はね、ピークデザイン使えなくて、このまた久々に GoPro のスリーカーだっけ、バックパックにしてるんだけど、まあ理由見て、中身空っぽ。もうできるだけ負荷をかけたくないんで、荷物ほんと手ぶらで行きたかったんだけど、まあ、今日はこのバックパックにした理由はただ一つ、もう YouTuber 魂ですよ。この GoPro ドリ散歩のために、 GoPro をここに、マウントするためだけに、このバックパックをマウンターとして
用意して、まあ、あとは最低限ちょっと軽い上着とか入ってるんだけど、ウィンドブレーカー的なものが。でもあとはもう本当このカメラ入れるだけだから、ほぼ空っぽ。日本に行く時もね、ちょっとなんかとりあえず背負うものは相当最小限にしないとダメかもしれない。いやー、ということで、まあでもあのさっき見ていただいた通り、あのくらいまで回復してるから、あとねもう一回ちょっと明日針行って、昨日針行ってそれでだいぶ良くなったんですけど、針行ったら針の先生はもう大丈夫なんじゃないのと言ってくれたんで、それを信じてなんとか出張頑張りたいと思います。いや今ちょっとさっきのシーンで調子に乗ってちょっと走ってみたら、すげえ腰ズキズキしてきた。やばいわ、まあ、無理は禁物です。腰痛の時に無茶しちゃいけません。気をつけましょう。ではさあ、もう帰宅です。もうめっちゃ明るいね。やっぱり F1.6、F1.4 が最強すぎるけど、このファインダーで見ててこの明るさにびっくりするんだけど、いやだいぶね、見てください。おかげさまで今日一日でも朝と夜でだいぶリカバった。今日もう普通にこれ歩ける感じになって、息結構ね無理してちょっと走ったりしたらねやべって感じになってたんだけど、今日も仕事しながら途中立ったり座ったり立ったり座ったりしてたら結構回復しましたよ。ご心配おかけしました。ドリ散歩でもちょっとその時の様子をだいぶ語ったんで、参考にならないけど、いろいろアドバイスいただきましてありがとうございました。なんかこれ見えますかね、今球場ね完全に芝が剥がされて土になってるね。これ何、毎シーズン張り替えてんの、すごいねこれ。やばい、これ。